太陽系の皆様、どう本日もお疲れでです。えー、っと有生卵です。卵、えー、今日も僕はあの自分のところの、えー、桃畑に、うん、来て剪定作産業に来ているわけですがあの、ま、よその小さい農家はもうとっくに終わったなんていうところがいっぱいあるんだけどう,うちはまだ未だに <laughs> うん剪定産業をやっています。 うん、あの秋にね、秋季剪定っていうので、うん、秋に徒長枝とかをね、軽く切っておいたんだけど、まだね、あの徒長枝っていうね、強い枝が、うん、残ってて、こういうのをね、どんどん切っていかなければなりません。な,なんで徒長枝を切るかっていうとあの、まあこ、こういったところに小枝が、結果枝といって、 あの、実をならせる小枝があるんだけど、この勢いがいい徒長枝というやつが残ってることあの、生えてくることで、あの、このね、アシュシの養分をみんな吸い上げてしまって、栄養を全部ね、持ってっちゃうので、あの、こういった小枝が、そ,そのうち枯れてきてしまうということですね。うん。 だから、この徒長枝はどうしても、あの、桃を、うん、あの、取る目的があるのならば、切らなければならないということですね。うん。だからそういう作業はどうしてもしないと、こういうところがみんな枯れちゃうっていうことで、日陰になったところがね、日陰すぎても枯れちゃうし、うん。 そして日が当たりすぎても、まあ、木の、あの、幹の肌が、うん、枯れちゃ、枯れ込んだりするんだけど、そのバランスを、まあ、人が見てあげるということですね。<laughs> まあ、これ、徒長枝にな,なりかけてるから、これも切ったり、うん、そ、まあ、そんなことを、うん、やり続けています。<laughs> 今日も青空で、えっと、風があまりなくて、 いい状況なので、このまま、うん、ピッチを上げて頑張ろうかなと思うんですけど本日もこの後頑張りましょう。以上でですすお疲れ様です